関ヶ原の戦いの前から家康と仲が良かった大名。歴史の細道、案内人の沙織です。関ヶ原の戦いにてライバルたちを一気に蹴り落とし、その権力を盤石なものとした徳川家康。その後、家康に頭を下げた大名は多々いることでしょう。大名たちからすれば、権力者に頭を下げるのは当然の成り行き。内心いろいろと思うことがあったとしても、権力者には頭を下げざるを得ません。一方で、関ヶ原の戦いの前から家康と懇意だった大名もいます。戦国秀久。戦国秀久といえば豊臣家臣のイメージが強いですが、実は関ヶ原の戦いの前から家康との距離が近くなっていました。その背景にあるのは、多くの方がご存知であろう九州征伐の大失態です。四国長宗我部氏を下した秀吉の次のターゲットは九州島津氏でした。その軍艦として派遣されたのが戦国秀久でした。秀吉は下したばかりの長宗我部氏をつけましたが、あくまでも本隊が来るまでは待てと指示していました。しかし功を焦ったのか、秀久は島津軍を吸収。これがいわゆる辺津川の戦いです。この敗北といえば、長宗我部元親の息子である長宗我部信親が討ち死にしてしまったことで知られていますが、もちろん秀久とてお咎めなしなわけがなく、追放処分となりました。何せ命令に背いて大失態を犯してしまったのです。命令通りでの進軍による敗北であればまだしも、命令無視、そして大敗北、追放処分となってしまったのもやむなしです。そんな秀久ですが、小田原征伐の際に浪人やかつての家臣を集め、いわばアポなしにて秀吉軍に馳せ参じます。その時秀吉との間を取りなしたのが家康です。結局は家康に陣狩りする形で参戦すると、小口の一つを占拠するなどの武功を重ねたことで大名に復帰しました。もしもですが、ここで家康が陣狩りを申し出たり、あるいは取り次ぎを行っていなければ、その後の秀久の大名復帰はありません。これにより秀久は家康と近づきます。関ヶ原の戦いにおいても、秀忠率いる徳川家本体である中山道軍に従軍していたのは、まさに家康新派である何よりの証と言えるでしょう。結局本体は関ヶ原の戦い本戦に間に合いませんでしたが、ここで秀忠を救ったのが他ならない秀久でした。家康に何度も取りなすと、その時の恩から秀久は後に秀忠付きという名誉職まで頂戴するに至りました。最上義明。義明と家康は家康が天下人になる前からのもので、それこそ小田原征伐、奥州市沖前から親交があったとのこと。最上にとっての目の上の炭鉱部的な存在であった上杉氏が秀吉と距離を近づけるのに対し、義明は家康と距離を近づけていました。十五里ヶ原の戦いなど直接的な軍事衝突のあった上杉と最上ですが、領土の裁定の際、義明は家康を通して秀吉と交渉を行っていたようです。さらに家康は伊達家の重臣である片倉景綱に対し、伊達と最上が仲良くするよう要請しています。そして小田原征伐では本領安堵となるのですが、実はこれも事前に家康と交渉していたからとされています。小田原征伐と東北の大名との関係といえば伊達政宗が有名ですが、実はその伊達政宗よりも義明の方がさらに遅く参陣しています。それでもお咎めなしとなったのは、事前に家康と
しっかりと交渉をしていたからとされています。このような関係性や秀次事件の際に秀次に嫁いだ娘が処刑されたことによる秀吉への嫌悪感もあり、伏見地震の際には秀吉ではなく家康の警護に自発的に回ったほど。さらには秀吉が家康を招いた茶会でもやはり自発的に警護についたとか。このような経緯を考えると、義明が関ヶ原の戦いにて家康についたのはごく自然の成り行きです。ちなみに家康亡き後、江戸幕府としても最上に対しては天下を取る前から家康と懇意だったということで、ある程度配慮を見せていたのですが、結局はお家騒動によって改易となりました。池田輝政、豊臣恩顧に挙げられることもある輝政ですが、輝政と家康は関ヶ原の戦いの前から比較的距離感が近かったことも事実です。というのも、1594年秀吉の仲介にて家康の娘をめとっています。実は池田家は豊臣家からも豊臣一族に準ずるような厚遇を受けていました。例えば秀次事件が起きた際、秀次の正室であった輝政の妹は除名されています。対して接点のない側室でさえ処分されてしまったことを考えると、まさに特別です。それだけ輝政が秀吉から重宝がられていたからと考えることもできますが、その秀吉の仲介にて家康の娘をめとっていますので、家康からすれば輝政は娘婿です。もちろん時代が時代なので、家康の娘婿など他にもいますし、それこそ豊臣秀頼とて家康にとっては娘婿ですが、秀吉没後に結んだ婚姻ではなく秀吉存命中の婚姻であることから、家康からの信頼も厚く、その結果が後の池田家の存在感につながっていると考えることができます。島津義久、義久と家康は仲が良かったとの説があります。関ヶ原の戦いでは弟である義弘が西軍として参戦する形となってしまいましたが、そもそも家康は島津に対して伏見城を守るよう依頼しています。もしもですが、鳥居元忠が受け入れていれば島津はそのまま東軍に参加していた可能性もありました。また家康と義久に関しては様々な逸話が残されています。合戦での手柄話を壊れた義久は、弟や家臣団たちが優秀だったのでと答えると、家康は自ら手を下すことなく勝利をつかむのは頼朝に並ぶものと感心したとか。しかし実はこの話に関しては仲良しエピソードなのではなく嫌味なのではとの説もあります。というのも、島津氏は鎌倉時代から続く名門で、祖先であるこれ宗の忠久は源頼朝の諸子という言い伝えをもとに源氏を自称していました。それを家康も知っていたからこそ、さすが源氏の子孫ですねと嫌味皮肉を言ったのではとの説もあります。いずれにせよ、関ヶ原の戦いの後で島津氏は西軍への関与を取り沙汰され、一時は秀忠を総大将とした薩摩討伐軍の編成まで噂されたほど。しかしその後の交渉においてお咎めなしを勝ち取りました。当時の情勢、薩摩という立地だけではなく、もしかしたら義久と家康の距離感がそうさせたは考えすぎでしょうか。細川忠興、細川忠興は家康に大きな借りがありました。そのため仲良しというよりも、その借りがあるからこそ家康に頭が上がらなかったと考えることができます。それは秀次事件です。秀次事件が起きた際、秀次と近しい関係にあった大名の多くが秀吉から詰問されることになりました。
忠興もその一人で、忠興は秀次から借金をしていたのです。潔白を証明すべく、その借金を豊臣家に返すとなったのですが、すぐに返せるまとまったお金がなかった忠興、八方塞がりの中で手を差し伸べてくれたのが家康でした。家康が金子を用意することで、忠興は借金を完済、事なきを得るとともに、家康に大きな借りが生まれました。関ヶ原の戦いの際に、いち早く家康側につくことを宣言したのも、このような借りがあったからこそ。実際、忠興が家康側につくとアナウンスした影響力は大きかったとされていますので、関ヶ原の戦いにおける家康勝利の立役者の一人だと考えることもできます。まとめ。このように家康が天下人となる前から懇意にしていた大名もいました。とはいえ、豊臣政権の中であれば、実力者である以上、家康と近しい関係にあってもリスクはありません。その点を踏まえると、仲良くしていた側としても、それこそ最上以外にはある程度の打算もあったかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。